佐藤です。よろしくお願いします。10年間透析医療に従事してた臨床工学技師ですが、今は組織変革や、場合によっては医療機関のトップ、院長とか、介護施設のトップ、理事長とか、そういう人たちと伴走しながら、何年にもわたり関わり、組織を変えるお手伝いをしてます。組織が変わらなければ、現場って変わらないよなっていう、そういうふうな考えです。現場には組織があって、組織には排除の論理。正しいかどうかではありません。それに異分子として判定されたら、このままでもいい。変わりたくない。つまり現状満足の組織があれば、そこで排除されてしまえば、元も子もないということです。その空気が排除の論理を働く。その原因になってるんであれば、まずはその空気を変えて組織を変えていかないといけないということです。